長崎歴史文化博物館の屏風に描かれた世界。マントにズボン、洋服姿の人々、十字架を身につけた和服の侍。この船はどこから何を運んできたのか。左右合わせておよそ8メートルもの屏風に描かれた活気あふれる世界。かつて南蛮貿易で栄えた長崎の日常だったのかもしれません。西洋との出会い、それはキリスト教との出会いでもありました。16世紀にヨーロッパで作られた世界地図。遠い東の国、日本。長崎県とキリスト教の出会いの地、平戸。16世紀半ば、かのザビエルが上陸したこの地。当時の地図にもフィランド、平戸と記され、世界に知られていました。布教が進む長崎県。この人物は王冠バルトロメオ。彼の正体、実は日本初のキリシタン大名、大村澄忠です。長崎港からヨーロッパに旅立った人たちもいました。長崎県でキリスト教を学んだわずか13歳前後の少年たち。命がけで目指した聖都ローマ。ついにはローマ教皇グレゴリウス13世に謁見したのです。2005年、ローマ教皇グレゴリウス13世の子孫の家で見つかった肖像画。少年たちのリーダー、伊藤万所です。長崎歴史文化博物館で彼を探してみてください。偉業を成し遂げた少年に何百年もの時を超えて出会えるかもしれません。長崎で花開く南蛮文化。ヨーロッパの王侯たちが描かれた美しい屏風。いかにも西洋風の絵画。なんと当時長崎で学んだ日本人が描いたと言われています。しかし宣教師やキリシタンにとって困難な時代が訪れます。それを伝える数々の資料。例えば江戸幕府が町に出した立て札、バテレン銀500枚、イルマン銀300枚。キリシタンを見つけた人への褒美が記されています。人々の暮らしに変革を与えた西洋との出会い、それは数百年も前の記憶。長崎歴史文化博物館をはじめ県内各地の歴史文化施設では、その時を生きた人々が見て触れた本物を通じて、その記憶を紐解くことができます。ぜひ実際に訪れてその感動を体験してください。